演武開演。どうも皆さん、突然ですがキノコメーカーの北斗という会社をご存知でしょうか。何年か前、キノコのコノコの歌で有名になったあのメーカーさんです。あのメーカーさんがなんと青いキノコが出たそうなので紹介したいと思います。それがこちら、北斗の青汁キノコキリン、キノコ配合。はい、青いキノコでも直接青いわけではないんですね。青汁、キノコの成分を配合した青汁ということです。青汁はこれまでいろいろ飲んできましたが、キノコが入っているのは初めてですね。この中に同封されていた冊子にはこのように菌活のすすめも書いてありますので、これを使ってキノコの栄養素を取ってくださいということなのでしょう。では早速開けてみます。はい、やっぱり青汁はこのスタイルですよね。入れて、お水入れます。混ぜます。もちろんスプーンで混ぜてもいいですよ。うん、苦々しい香りはないですね。飲んでみます。いや、ワンアップってマリオじゃないんですから。良かったですが、味はちょっと苦味がありましたね。ただキノコの味ってわけではなく、普通に青汁になりそうな苦味でした。まあ健康食品だったらこんな味かなと思えるような味です。体に良さそうなので、ぜひ飲んでみたいと思う方は注文してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。